there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Power!剣と魔法のログレス、古の女神、2023年8月6日、武器ハラスメントについて。っていうわけでね、ログレスあるあるじゃないかな、武器ハラスメントっていう感じですかね。さっきもね、武器ハラ受けて、ちょっとだいぶね、イラッとしたんだけれども、でもね怒ってもねしょうがないからね、ないものはないからねしょうがないんだけどさ、そんなに責める必要あるっていうのをね、あるじゃないですか。もう本当にね、あれはね辛いよね。公開処刑とかさ、もう本当にそういうレベルだからさ、本当やめてほしいなと思うんですけれども、まあね、そういう場合はね、そっと心の中で NG 登録をしていますね。おうさ、しょうがないんだもんね。そういう会話しか多分できないだろうから、まあそれなりに泳がしておいた方がいいのかなと。 あんまりね波風立てたくないっていうのもあるんだけれども、ちょっとさすがにね、俺に対して立てすぎだから、ちょっとね距離を置こうかなと思っています。そんなさ、別にさ武器ないだけじゃん。別に良くないですか。そんな人格否定することもなくないって思うんだけれども、まあそういう人はそういう人でね、勝手にね、他のパーティー組んでもらって、私とは多分ね一生組まないと思うんで、まあ適当にね、泳がしていこうかなっていう感じですかね。まあしょうがないですよね。まあ多分一生パーティー組まないと思うので、それで、私は諦めてますね。はい、そんなわけでね、アストレアクマちゃんツアー開催中ということでね、もう手当たり次第誰かのパーティーに飛んでいますね。私自身は11章だけなんで、1から10はもう終わっちゃってて用はないんですけれども、まあ一応鬼門のクエストなので、まあ4からまあ、10あたりはよくちょくちょくパーティーさん人足りなそうなところに飛んでいる感じですかね。もう本当にね、誰かで構わず、話しかけて DM してるような感じですね。まあその中でね、たまにね、ごくたまにですけど、私のこと NG してる人がいて、返信が全く来ない人もまあ稀にはいますけれども、まあ大体ね、帰ってきてそのまま手伝ってるって感じですかね。大体1時間ぐらい目安でやっていますかね。まあ特に6章と8章あと10章が一番多いかな。まあそのあたりでね、やっぱり鬼門のクエストになってくるので、まあ人が足りないようなパーティーさんを選んで行ってるような感じですよね。人が足りるんだったら、なんか他の人に申し訳ないなと思ってるんで、まあその辺はね、若干空気を読んで、パーティーに参加してるって感じですかね。まあこのアストラ大陸クマちゃんツアーは一応メンテ明けでも一応1日1時間ぐらいは設けようと思っているので、まあ人足りなそうなところはちょいちょい声かけると思いますんで、よろしくお願いします。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。